はい、どうも、白滝です。ただいまの撮影時間が12月5日火曜日になるんですけれども、大量の更新が来ました。イベントはプロスピ交換会、そしてプロスピ交流戦で、ガチャは中継ぎガチャ、 OB 第2弾狙い撃スカウトなど、いろんなね更新が来たので、今回の動画で解説で、交流戦は1試合だけね実際にやっていこうかなと思います。今後もねこういったプロスペースの情報に関して、どんどんね投稿していくので、ぜひともねチャンネル登録と通知、そしてねこの動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね早速本編の方やっていきましょう。お知らせの方を見ていきましょう。一つ目が OB 第2弾、自チーム OB 狙い撃ちスカウト。S ランクが出たら自チーム OB 確率 30% になっているんですけれども、無課金、美課金税はこのガチャ引く必要はありません。闇ガチャになっています。で、二つ目の更新がプロスペースマンスリー感謝祭、10連プレゼントスカウト。これの結果に関しては、ぜひともね、コメントに書いていってください。もしね、オーダーに入ってこない選手だった場合は、プロスピ交換会に、提出すればいいので、このタイミングが本当に神で、中継ぎ枠が追加されました。注目の選手はねちょっと見ていきたいんですけれども、モイネロ選手、高梨選手、他にもね強い選手が今回登場しています。で、ガチャ内容は10連超自チーム S 狙い撃スカウト。こちらね、注意ポイントとしては S ランク確定ではありません。これもね、かなり闇ガチャになっているので、高梨さんとかね、狙いたいという方は、注意して引いていってもらえればなと思います。イベントの方も見ていきましょう。12月5日にプロスピ交換会が開催。どういったね、選手が市場に出回っているのか、まとめた動画に関しては明日にね、投稿していこうかなと思います。皆さんのね、提出した選手に関しては、コメント、あとはね、ツイッターで、写真付きのね、画像かな。それも送ってもらえればなと思います。ツイッター、白滝1563で、調べてもらえれば、X か。X のね、白滝1563で調べてもらえれば出てくると思うので、そのねツイートのリプ欄に、画像付きでね送ってもらえればなと思います。でもう一つのイベントがプロスピ交流戦、これのね解説に関しては事前に、話しているので、その方法でやっていってもらえれば、タイトルをね独占する確率、かなり上がるので、その動画もね見ていない方は見てもらえればなと思います。で全国大会チーム魂杯、テクニカル杯、これのねボーダーに関しては、昨日にね解説しているので、リボン取りたいという方はチーム魂杯で参加していってください。お知らせは以上になりまして、注目の選手見ていきましょう。注目の選手見ていきましょう。1人目が山崎選手。シリーズ1はツーシームスプリットの投げ分けで、特殊能力がね超剛速球伸び熱気という、特殊能力になっていて、シリーズ2の山崎さん見ていきましょう。能力とかね多少上がっていて、第一球種見てください。フォークになっています。あとは抑えできて F が追加されたので、限界突破すれば抑えも起用することができる。いやこれはねどうなる、弱体化になるのかな。やっぱりツーシームスプリット、これの回転が似ていて、打ちにくくなっているので、フォークになったのは弱体化だと思います。でも特殊能力見てください。対ピンチがついてるんですよ。いやこれで、ね、オリックス純正の方は迷うと思うんですけれども、強いのはこっちだと思います。エキサイティングプレイヤーかな。やっぱりツーシームスプリットの方が打ちにくくはなっているので、山崎さんはこちら、オリックス純正の方は、こちらの山崎さんを永遠に、スピ解放していくんじゃないのかなと思います。2人目がモイネロ選手、アニバーサリープレイヤーで登場したので、そこでね能力の紹介はしました。対ピンチ20丸を持っていて、リーグリア対最強の投手。3人目が楽天鈴木選手、称号で QA にすることはできるんですけれども、懸念点としては制球が低すぎる、多彩な変化球を持っていて、高速スクリューは高め、真ん中、低め、3段階で変化するので、これの投げ分けが、強い球種にはなっていると思います。特殊能力もね対ピンチ20までを持っているので、無料10連で当たった場合はエリア対応員として使っていってください。4人目は宮西選手、表のステータスはねちょっと下がってきているんですけれども、2種スラーブ、そして対ピンチ20丸を持っているので、リアタイで使えてくる最強な選手になっています。
そして5人目が清水選手、79-79の同値なのでリーグで使えてくる。で、斜めツーシームがね、かなり変化量が大きくて、特殊能力対ピンチ20までを持っています。まあこちらはさね、まあガチオーダーには入ってこないんですけれども、まあ8周年から始めた方はこのね、対ピンチ発動のツーシーム、結構ね、変化量が大きくて、まあ打ちにくい球種にはなっているので、まあ8周年から始めた方、無料充電で当たった場合は、まあリアタイで使えてくる、まあ投手にはなってくると思います。6人目が横浜の伊勢選手、まあツーシームとね、斜めチェンジアップ、特殊能力対ピンチ20までを持っているので、まあリアタイで使えてくる、強い性能にはなっていると思います。そして最後6人目、高梨選手、称号で QEA、まあ、あるいはね、正球 B にすることができて、まあ、2種スライダー、そしてシリーズ2からね、フォークが追加、特殊能力対ピンチ20までを持っているので、リアタイで使えてくる強い投手になっています。今回中継ぎ枠が追加されたんですけれども、12分の6、半分の選手が、まあ、リアタイで使えてくるような性能にはなっています。まあ、強さはね、それぞれあるんですけれども、まあ、ガチャに関してはね、超自チーム S 狙い値スカウト、まあ、グレードアップだった場合は引く方も、まあ、多少はいたと思うんですけれども、S ランクね、確定ではないので、まあ、無課金、美課金税はする、まあ、引く必要はありません。ワールドスターシリーズについても触れていきたいんですけれども、2023第1弾は9月の1日に更新。毎年、まあ、大体ね、1ヶ月ごとにワールドスター第1弾、第2弾、第3弾、第4弾と、まあ、更新がね、されてくるんですけれども、今年は異例中の異例、まあ、9月のね、1日に第1弾、まあ、10月ね、中旬頃、まあ、8周年前に来るかと思いきや、そこでも更新はなく、11月も更新はなく、そして12月、今のね、撮影日が、5日になるんですけれども、まあ、そこでも更新はなくと、いや、3ヶ月ワールドスター8周年ね、まあ、プロスペース、まあ、自分やっているんですけれども、これは異例中の異例、まあ、3月にね、侍ジャパンの大谷翔平選手が更新されたので、まあ、その影響でないのか、いわばそれにしてもね、ワールドスター他にもね、前田選手、ダルビッシュ選手、吉田選手、千賀さんとね、いるので、まあ、ワールドスターシリーズに関しては大谷さんをね、出さなくても、まあ、他のね、選手で出すことができる。いや、ちょっとね、まあ、全国大会もね、開催されて、大谷さんのね、打者、大谷さんのね、投手、使いたい方も多いと思う。まあ、このタイミングで更新すれば、ガチャをね、引いてくれる、まあ、可能性、まあ、確率、まあ、引いてくれる方ね、多いと思うんですけれども、いや、これ、さすがに異例すぎない。大谷さんね、自分早く使いたいんですよ、打者。侍ジャパンの、打者かな、そちら持っていないので、ワールドスターバージョンね、待ち望んでいるんですけれども、いや、さすがに遅すぎないと、なんやろうね、何をコナミさんは企んでいるのか、まあ、年末に、だからワールドスター大谷さんのセレクションを再び持ってくるのか、いや、どうなるかわからないんですけれども、まあ、ちょっと遅すぎないかというのがね、まあ、個人的な、感想になります。最後に今来ているイベントプロスペ交流戦、実際ね、1試合だけやっていこうかなと思います。で、交流戦リーグレベル、極みはね、あるんですけれども、前回はね、確か自分極みだったんですよ。今回は、それね、セレクションとか4400の選手あまり揃えることができなかったので、リーグレベルは S になります。S の場合だとリーグ順位報酬としては1位が110エナジーで、個人タイトルが1万9000か、まあ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 2万コインもらえれば十分なんでね。で、順位成績ちょっと見ていきましょう。まだね、皆さん試合をしていません、ね。このゲタマークはとある方かな、とある方の視聴者かな、ドール、慎太郎、ベルデさん、トモハク株式会社さん、よろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。試合開始のボタンを押してもらいまして、こちらね、前回も解説したんですけれども、自分で出番を決定で進行していってください。まあ、先発、第一先発は山本由伸投手、ロード中いいね、8周年、明治神宮球場行きましょう。これね、1打席ずつ見ていってください。いや、タイピンチはピンチか。まあ、本当にね、この交流戦に関しては、マジで。いや、抑えて頼む。いや、出さないで。おいしょ、OK。西川選手、糸井選手、バー選手。これね、タイトルを獲得したい方を、まあ、自走させていってください。まあ、自分はね、バー選手で、まあ、打撃のね、タイトルを獲得したいので、ホームラン。あー、これは無理。ナックル、ちょっと早くない？相手マー君か。ストレートのみ。ストレートかスプリット。ホームラン打てる、球を待っていてください。いやー、ボール多いな、先行。これちょっと、マー君、セレクションか。通信持ちではない。言いましょう。頼むよ。よし、OK。いやー、まあ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 、打てればいい、とりあえず。いや、ホームラン打ちたいな。ちょ、阿部ひど効果あるんかな。まあ、ここは進行で言いましょう。
で山本由伸投手勝っておかないとね、中継ぎのタイトルとか、あとは勝利のね最多勝とかも取れないんで、いやー頼む、ルイ、お願い、お、チャンス、まあ、ここも進行、バースさんで自走させたいんで、バースこ、よーし、オッケー、これいいよ。ここがちょっとね、迷い時なんですよ。いや、誰かた？いやー、ここ糸井さんで盗塁、盗塁のタイトルも取りたいんですけれども、ちょっと、甲斐さんなんで、ここは盗塁せずに、打撃のタイトル、重視していきます。ストレート、相手は田中将大さん、いきましょう。あー、危ね、ちょっと集中する、集中します。よーし、オッケー。これはでかい。スリーランホームラン。そのまま進行して、ちょっと5回まで、山本由伸投手耐えてよ。あー、ピンチ。耐えろ。よし、オッケー。で、5回、今4回なんで、5回まで行きましょう。5回で、もう1回押して、もう1回押して、ここで交代です。ここで。ここで勝利権限を、中継ぎの投手に、渡します。中継ぎで集めたいのが自分、モイネロさんなんで、モイネロさんと交代。強いね、やっぱり。ミート中断、パー中断してくれるんで。で球威もあるんでね、抑えてくださいよ。森野選手、頼みます。縦スライダー。もう一回縦スライダーで三振。よし、OK。いいね、完璧にダック。ピンチの場面になったんですけれど、頼むよ、森野さん、抑えて。よし、OK。ここで、7回まで行こう。でここで、買います。ここで、3イニング以上、マルティネス選手投げると、セーブのね、セーブの条件になっているので、ここで出番で、マルティネス選手、残り3イニング投げていってもらおうかなと思います。マルティネスさんで抑え、UEA、請求 A。あ、じゃあこれね、自分の称号の鍵が決まったんですよ。でもこの交流戦はコピーなので、88、81の称号になっています。いや、これさえね、コピーになってるんで、これでいいか。マルティネスさん行きましょう。フリットで三振も狙っていく。チーム。いや、誰山田さん。今の取れたでしょ。あとはここね、もう本当に運なんで、も全部自動、出番の操作ないんで、いいね。マルティネスさん3イニング投げてよ。おー、まあ、OK。これで、中継ぎ投手のモイネロ選手に勝利の権限が渡って、勝利投手がモイネロ選手。で、セーブが、なってますね。勝利投手がモイネロ選手。で、セーブはマルティネス選手。これでセーブを獲得。で、最多勝利ね、モイネロ選手。まあ、最大で20ぐらい集めることができるので、まあ、こういった方法でね、タイトル、独占していってもらえればなと思います。今回の動画は12月5日火曜日に大量の更新が来たので、まあ、いろんなね、情報について話していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、もうすぐね、チャンネル登録者5万人なので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。